半信半疑でした。でも電話一本で28歳の男の子が来てくれたんです。だからあげる。もうそんなんなる？ありがとう。ねえ匠君、今日これからまだ仕事？いや、今夜は一緒にいようって言われたかった。でもごめん。毎度。じゃあまた電話して。待ってるから。じゃあ。やっぱり私はお客さんなんだと思いました。